あのさ、まだメイド喫茶ブームって続いているのかな？でも秋葉原に行くとさ、結構チラシ配ってたりするもんね。そうだよね。まだまだ暑いと。暑いと。なるほどね。じゃあこれの勢いに乗っかって、私、メイド喫茶できるかな？ナンバーワンメイド！いいね、ナンバーワンメイドって響き。大人少女よりいいね。ナンバーワンメイドの方がさ、いいじゃん。どっちもいい？そう？じゃあちょっと、いきますよ。あなたのオムライス、美味しくなるよ。い、芋芋ジュン。私、あなたはジュンちゃん。どうどう？美味しくなった？とてもじゃないです。あれだよね、萌え萌えキュンみたいなやつだよね。お、一緒じゃん。一緒じゃん。謝れじゃないよ。何言ってんの。一緒だよ。一緒だよ。メイドさんも萌え萌えジュンぐらいの気持ちでやってるよ。そんなことないか。あれがお仕事だもんね。そうだよね。まあ、そりゃ覚悟は違うわな。ジュンちゃんとさ、本物のメイドさんじゃさ。うん。まあ、でもナンバーワンメイドだから。